聞こえますか？おお、お疲れ様です。こんばんは。寒い日が続きますな。始めんかいハゲ。はあ、スリスリって歯医者起きれんかった。もう諦めた俺は。すいません、ちょっと変えてもらっていいですか、時間変えてもらって言ってない。紙芝居贈り物が届いたんで、ちょっとあの先に紹介コーナーっていう。チョコもらったって。まあここでな、贈り物って言ったらまあ大体わかるじゃろう。 F4 引退について、これはねもうしょうがない、悲しいけどこれ以上ね、もう F4 も無茶できんから。F4 も終わりよって、わざす涙が出る。いやもうしょうがないわ、この F4 のためでもあるけん。重要なのは未来、そう未来を見ようって。ビールです。おじい自慢のオリオンビールが届きました。ありがとうございます。本当ううう、完全にバレンタインだなって。さらにってラオリジナルラユーズ、う嬉しいさって。レイズなって、あレイズ蘇生魔法かな、高いんだぞ、ありがとうございますって。韓国海苔味ポテトチップス、すごい特徴的なデザインですね。クジャクかな。レイズはめっちゃうまい。へえ。うまそう、まずそう、うまそう。どっちなんだいって。カルディ。高そう。ほーん。わかんねえ。カルディはされてる。へえって。読めない。カルディ詰め合わせて。カルディこれも意識高いって。そして相当おしゃれなチョコレートであるって。わあ。カルディはないなって。うまそうって。あこれは俺が美味しくいただくんで嬉しい、嬉しいねって。さらにって大天使のカゴロー、最新は見た、見たよ、比率が変わってたね、やだーって。吉住なんやこれ、わからん、ステッカーですか、おそらくシールとか。さらにこう何、悪魔召喚シールって、中身見てないんだが、この辺をこうの塗りつぶすあたりにね、育ちの良さを感じますね。俺はやっぱこういうところはな、ちゃんとねやってくれてるから偉い。いいフォーク、車に貼ろう。気遣いだねって。新女神転生第2弾ってググれば値段出るだろって。あれの、しまった、最後のが取れてないんか、これ
ちょっと待て。しまった。一番の注目株がお前取れてねえじゃねえか、俺。おおおお。ポンポポポン。しまり、すまんかった。持った持った。持ったわ。テラストリーミング。これは切った方がいいのか。パッて。テカラビア先生プレート。事前チェックで頼むで。うっ、うっ、ポロリーン。アクリルスタンドってアクスタ。かわいい、いいじゃん、これネックレス、あれは高すぎる。ハービーに出てきそう。ネックレス買うやろ。あれ競馬で買って買おうとしてるんやけどな。いかんせん競馬で勝てんから買えねえんだよな。残念よね。ちょっとギョロギョロや。この詰め合わせが入ってました。本当にありがとうございます。この場を借りて、ね、お礼を申し上げます。落ち子で買おうやって。落ち子は落ち子であれ、あれだから。ちょっと食ってみようか。レイズってやつを食ってみようか。うまいんだろうか。一応俺ちょっと自分でファミマル、ファミマル買ってたんだけど、この残念すぎる、絶品薄塩味っていうこのファミマルくんが、レイズさんうまいぞって。レイズ食おうか。ファミマルと比べろ。うーん、若干大盛りって。これ安いからね、このファミマルは。あれで燃費がいいんだわ。アメリカのやつ。ほう、ちょっとじゃあ食ってみようかしら。せっかくいただいたし、ここは一つ。ポテトチップスマエストロとして俺がみんなにできるだけ分かりやすくレビューしてやるけんの。レイツ、芋の形があれですね。別に、いや全部一緒だと思う。あれ分けにくい場合は縦方向にお分けください。レイツ塩味。うん、もううまそう。ああ、これはまたなかなかうまそうな片揚げチックなポテトチップスですかね。うん、うまっ。これはいかんばいお前ら。こんなんに慣れてしまったら俺はコンビニのポテトチップスを食えんくなってしまう。俺はいかんな。子供にはあげられんばい。もうレイズしか食べれないってなっちゃうぞこれ。うまいんだ。うまいねこれ。芋感が、芋芋しとるわ、うん、後味もなんか結構爽やか。カルビーよりうまい。
いや残念ながら、もうレーズしか食えない俺。それが本気のレビューかって。なんやろね、あの塩味がね、こう絶妙なブレンド感がすごいです。パッケージもレトロ感、サクサク、食感もちょうどいい。そう、硬すぎずかといって青すぎずっていう。大崎のがうまい。いや、あのな、相手にならんな、これは。大崎ではちょっと太刀打ちできんレベルよ。音からして軽い。これな、ありがとうございましたって。では今日はちょっとゴリラを進んでいこうと思います。